皆さんこんにちは。皆さんってコメントを書いてくれてますか？それとも見てくれたりしてますか？まあ中にはこう動画を見て楽しんだ後にコメント欄で感想を書いたり、それかコメントはしないけどコメント欄を楽しんだりする人っていっぱいいるじゃないですか。その中でも何分何秒みたいなあのコメントってめっちゃ面白くない？例えば何分何何秒草とか何分何秒面白いみたいな、多分全 YouTuber の方々みんな好きだと思うんですよ、そういうコメント。俺めっちゃ好きなんですよ。なんかこう自分じゃ何にも面白くないところをなんかこう皆さんがこうピックアップしてコメントしてくれたところを自分で見ると、なんかめっちゃ面白いやんけみたいなところ結構あるんですよ。だから今回そのコメント欄をちょっと見つつ、何分何秒のコメントがあったらちょっとそれを見て自分でどんだけ面白いのかちょっと試さあ行くぞ。多分再生数が多い順から見ていけばコメント数も多いから多分結構すぐ見つかるかなと思うんだけど、これ結構昔の動画ばっかなんだよね。だから結構恥ずかしいんだけど、まあ見ていきましょうか。このチャンネルで一番再生数が多いやつ、このすぐに死のとする姉を頑張って守るゲームってやつのコメント欄に基盤でないっていうコメントあるんだけど、これ何なんだろう。これお尻が丸出しになってるし、いや、あすごい太ってる人に見えるした。あ、そういうことね。あ、基盤でないってこのパンツね。やばいなこれ。うわ、この妹が作った板アクションゲームとか懐かしい。これめちゃくちゃ低評価来てる、すっごい増えてる。あ、結構ある。下だろ、真ん中階で草生えたわ。こんなんいたっけ。しゃあ下だろ真ん中かい。なんだこれ。ちょっと待って待って、おかしいだろこれ。なんかテンションがくせえ。すごいこれ、同士打ちワロタですげえ同士打ちいっぱいしてんだろうね。これ5つもあるんだけど時間。これは降りて降りて、オッケー。あ、ここ撃て撃て撃て。あ、何これ。いや何それ。すごいテンションだね今思えば。いや何それっていう、何それ。3分10秒え、むずくない。うわーい。何のうわいよ。4分5秒は4分23秒。いや、なんやねん、武器同じやんけ、なんやねんさっきの。なんか自分のツッコミってなんか自分じゃあんま面白くないように感じるけど、なんかこう昔のやつを見返したら結構面白いですね。なんか自分でこう自画自賛すんのあんまり良くないですよね。お、まだある。2分39秒。ホワイト。俺うまいかもこのゲーム。っていう発言して、私、うん、すごい上手だね。なんだろう、これあんま覚えてないんだよね。うまいかもこのゲーム。次はですね、この野球が全くできない野球ゲームを実況プレイ。もうこれ5年前の実況ですね。これに関してはですね、これ高評価数とか見れなくなってるんですよ。これ多分このチャンネルで一つだけ、もう唯一一つだけ公開してないやつですね。なんでかって言ったら低評価が圧倒的に多いからですね。まあ理由はわかります、本当に。うるさい。面白くないと思うんですよ、この動画は俺的にも。ただ、ありました、これは。一応これコメント欄は賛否両論みたいなレベルなんですよ、なんかうるさいみたいなコメント、なんかアンチコメント的なやつも半々だし、面白いっていう人も半々ぐらいでしたね。で、その中でもこのクソワルタっていう時間があるんですよ。これ何なんだろうこれ。何やってんねん。待って、うるせえ。ちょっと自分で見返したらなんだこれと思って、ちょっと前に戻してちょっと見ておこうかと思います。今12分29秒だね。ここから見ていけば分かると思う。クロスピー魂見せてやる。これほんと野球できないんで。しょっぱしょっぱ。何やってんねん。欲しいんだよ。何欲してんの、何売ってんの。ピッチャーがボールを通り過ぎるっていう、まあそういうくだりなんですけど、まあクソ笑った。俺もここは面白いと思うね。ただやっぱ5年前ちょっとうるさすぎる。続いて小学生の女の子が謎のイケメンに狙われるゲームってやつなんですけど、これね結構コメントとか多くて多分結構すぐ見つかるんじゃないかなと思うんですけど、あ、あった。漢字出てくるんだなこれ。ああ、本当に多分本当に多分ゲーム実況中に俺感じてましたねこれ。あ、5分30秒今かららっきょうに行く途中かな。え、なにこれ、俺が言ってんだよこれ。なして今かららっきょうに行く
立ち行きね。なるほどね。あの滑舌クソタイムですね。あ、結構よくやるんですよ、わざと。うん、まあ本当は普通にもう普通に元から、うん、そうなんですけど、何これ。続いてワンダリングガットパージっていう実況のですねコメント欄なんですけど、何これ。あー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 あもう本当覚えてない。なんか自分ででも笑っちゃう、これは。続いてこのハラペコマーちゃんっていうノベルゲームの実況なんですけど、これ時間書いてなかったんですけど、このマーちゃんたこ焼き食べたいな、あっそうお願いしてもいい無理っていう、この会話ほんとすこっていうなんかやつあったんですけど、これ探したらここですね。マーちゃんたこ焼き食べたいな、あっそうお願いしてもいい無理っていう部分なんですけど、うん、何この実況と思いません？この押しかけプチリリーっていう実況にもまああったんですけど、この4分59秒でしか書いてないんですよ。これ何だろう？あここか。なんかもう動画内でも笑ってるし、俺も今笑ってるし、面白い。7分50秒なんか何も書いてないです。今から希望だの幸せだのそういうのが欲しいから頑張ったけど結局全部無駄だって分かっちゃった。死ぬみたいな真似もしてみたけど結局虚しくなってめったに痛いのも苦しいのも言えないけど嬉しいとか楽しいとか感じる今日とも今は煩わしいだけで深く眠るためにも変わらなくていい時間は大好き。でもそれだっていずれ起きなくちゃならない。やめてよプチリンは永遠に眠っていたいの。憎い世界で無駄に描くより描かないよりよろしくお願いしできる一人でもよろしくするなんていや、そんなのみじめでもプチリンにはのぞみちゃんがいる他のやつはプチリンを見捨てた。あーなんかこう急に歌い出して草とか書いてますね。あーうわちょっと懐かしい。この私のリアルは充実すぎてる2年実況したやつ、これにもなんかやったったんですよ、この草ってやつ。これを待ってた。8分53秒。ふぇっウクサですね。この妹呪いっていうノベルゲームなんですけど、これも結構ありましたね、コメントに。急に男になるの好きだわ。じゃあいくよ、よーいドン男ですね。これなんだろう、これてるの。それはね、君のことがライブ I love you パスタもう意味わかんない。ほんと自分でこう見返すと、ほんと自分の実況ってクソだなって思いますね、これ。続いてこの龍が如くっぽい極道の BL ゲームがやばすぎるっていう、この愛にあらずっていう実況なんですけど、これも結構ありましたね。なにこれ、マリオのジャンプの音した。え？何の時にこんな声出したんだろう、俺。じゃないの？どういうこと？このようではない。何？ちょっと前で見よう。やばい。これ来るんじゃないの？あ、ホテル来てる。え？ダメだ。なんか自分で面白い、これ。これ面白い。これ多分今のこの動画として一番面白いかもしれない。はい、今回の鳥はですね、この五等分の花嫁っていうこのアニメ漫画でめちゃくちゃ人気があるやつなんですけど、僕めっちゃハマってて、でそれのアニメのオープニングを自分で歌ってみたってやつなんですけど、これ絶対あると思って。探したらもうほんと一瞬で見つけました。はい、もうこの狩野英孝が歌ってるだって。何これ、どんなこともあなたさ狩野英孝だね。